誠に申し訳ございませんでした。深くお詫びを申し上げます。先月21日、水産庁の漁業取締船しらさぎが活動中に座礁し、笠岡市北木島の西およそ2キロの地点で沈没しました。水産庁は今日、非公開で説明会を開き、岡山県や笠岡市の担当者、漁業関係者らに向け、引き上げのスケジュールなどを説明しました。水産庁によりますと、あさって委託業者がクレーン船で沈没した船を引き上げ、翌日、保管場所へ移動させるということです。何よりもですね、安全の確保っていうのが重要だと思っておりますので、付近の航行する船舶の方には安全の配慮をですね、いたしたい。